人とのコミュニケーションで自分から僕犬っぽいよねとか私猫だからさっていう人はあんまり信用できないです。本音が別にあるみたいな。すごい、私たち答えづらい。辛い、辛いです。どこが可愛いとかすごく考えたことないんですけど、匂いとか温度とか割とざっくりと生き物として好きです。犬は飼っていたんですけど、猫もね、好きなんで、近所の猫と勝手に仲良くなって、そしたら、実家で飼ってた犬が、猫がすごい苦手なので、散歩のコースに頭のいい子だと入れちゃうんですよ、実家の僕。だと、飼ってた犬が怯えて家から出てこないっていう時代がありましたね。なので、覚えるんですよ。自分がどんな名前でとか、この人は餌をくれる人とか、優しい人って覚えてくれるんですね。それがいいところかなって思います。私犬と猫を飼ったことがないので、この漫画とアニメを見てイマジナリー犬と猫を私もこう心の中に飼っていて楽しめるので、なんかすごい幸せな気分になります、この世界に浸ってると。はい、そんな妄想をかきたてて犬と猫可愛がってます。犬くんはやっぱりいつも元気なので、それに自分もなんか影響されて元気になれそうだなっていうところが、いいところだなと思うのと、あと猫様はたまに見せてくれるデレがとてもキュンとくるなと思いながら原作読んでます。はい、私は割と犬っぽい気がします、はい、尻尾に感情が出ちゃうみたいにすぐ顔に出るんで、人とのコミュニケーションで自分から僕犬っぽいよねとか私猫だからさっていう人はあんまり信用できないです。本音が別にあるみたいな。すごい、私たち答えづらい。つらいです。犬っぽいかなって思ってます。顔に出ちゃいます。同じことなんですけど。はい、そうですね、すごいこう自分が心を許した人には犬っぽいと思います。でもすごい人見知りなところがあるので、そういう人がいるときにはちょっと猫っぽくなるのかな。はい、どっちも持ってるかなって思います、はい、僕自身は出演する関係なしにこの犬と猫展を見に来る予定でした。でスケジュールを調整して行くぞっていう時に、そうだこれ出演作だって言われて、でなんでこのスケジュールが今日空いたのって聞いたら、杉田さんはイベントに出るからですって。それぐらいハマってます。よろしくお願いします。皆様、今年もお疲れ様でした。犬と猫展、幸せな空間が広がっております。ぜひぜひ皆様も楽しみにしてください。ありがとうございました。皆様、今年1年本当にお疲れ様でした。もう今年1年の疲れが吹っ飛ぶぐらい幸せな空間なので、ぜひ楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。